中心市街地の話題をお届けする街中応援委員会、本日の話題はこちら。秋田県内最大級の街中音楽イベント開催、秋田ミュージックフェスティバル2022ということで、そちらの素敵なイベントの会長でもあります太田徹さんと、副会長兼事務局長の佐藤聡さんに本日はお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあ会長、まずはこのイベントなんですけども、秋田ミュージックフェスティバル2022、どういったイベントなんでしょうか。はい、これはですね、今月の9月のもう今週末なんですけども、はい、9月3日土曜日、4日日曜日の2日間にわたって、秋田市内の中心部、中市と大町界隈、会場6カ所あのストリートでですね、野外で行う市民のための市民の音楽祭です、はい、あら今年で10回目になります。はいはいはい、はい、ちょっとポスターもう一回見てみましょうかね。秋田県内最大級の街中音楽を今言っていただきました。9月3日、そして4日に開催されます。今週の土日です、はい。時間は、2日間とも同じ11時から午後の5時30分まで。場所はですね、改めて言いましょうか、にぎわい交流館青の3階多目的ホール、そして大町のイベント広場、サンパティオ大町、アトリオン中小路入口公園、秋田市文化創造館の前のお庭、そしてエリア中市にぎわい広場と、秋田市の中心市街地の6カ所で同時にいろんなイベントが開催されるわけなんですね、はい。これいつ頃から開催されてるんでしょうか。この秋田ミュージックフェスティバルそのものは、2011年からですね、はい、はい、2010年に、はい、立ち上げたんですよ、はい。で2011年の9月から始まったんですけども、うん、そもそもその前にね、そうですね、秋田にはパワーオブミュージックフロム秋田という、はい、もう昔からやってるイベントがあります、うん。音楽イベントがあります。あと出演していただく秋永さんというのが言い出しっぺになりますですね、はい。2005年にザ・パワーを、これも要するに秋田市内の街中を活性したい、活性化したいと、音楽の力で何かこう賑わいを創出したいということで、うんうん、ちょうどその頃は街中が非常にちょっとね寂しいなことだとになってましてですね、はい、なってまして、それでそのザ・パワー・オブ・ミュージック・フロム・秋田っていうのがもともとになりまして、で県の方で、秋田県の方でちょうど2014年にですね、国民文化祭を秋田で開催するって、全国から人が集まるっていう時に、じゃあその時音楽で盛り上げましょうかということで、2011年にこの秋田ミュージックフェスティバルを、その当時日赤の跡地、日赤って病院がね、はい、あったところが、ね、はい、ちょうど空洞化してまして、うん、中麹の方でジャズフェスティバルとやってましてね、はい、でその日赤のジャズフェスティバルとザ・パワー・オブ・ミュージック・フロム・秋田と、うん、この2つ、じゃもう1つ何かできないかって言った時に、ちょうど太田さんの方で、はい、いや秋田は吹奏楽王国で、なんとか吹奏楽、うん、そしてビッグバンドも多いんですね、ジャズの方の、はいはい、でそういうバンドがあって、野外でね、うん、野外でなんかそういうのできないかっていうことで、うん、あ、じゃあちょうどいいやということで、はい、3つ、うん、そのブラスフェスタ、秋田ブラスフェスタっていうことと、ザ・パワー・オブ・ミュージック・ロム・秋田と、あとその中小路ジャズと3つ一緒になったイベントをやろうじゃないかということで、はい、2011年に立ち上がったという形です。すべてやっぱりその音楽の力で街中を活性化したいっていうのが狙いでしたね、はい。いや、花ちゃんもちろん民謡歌手でございますけれども、音楽はやはり偉大ですよね、力ね。そうですね。そしたらその2011年に初めて開催した年がちょうど3月に東日本大震災が起きました、はい。第1回目からもうすごいね、ことになりまして、そうですね、で第1回目をね、もうチャリティーで、はい、チャリティーイベントにしまして、いろいろ募金とか、ね、募金活動もしましたね。なるほど、やはりね、音楽の力というのは確かに、僕も花ちゃんの歌声ね、毎週ね、火曜日まで気持ちが落ち込んでるんですよ、うん、で、椎名ちゃんに来て、花ちゃんの歌聴いてパーンって上がってで、それでなんとか次の火曜日まで生きていくっていう状態ですから音楽の力はこう毎週感じてるわけなんですけど、やっぱりね、このすごいよね、もう
楽器、はい、楽器ってこうなんていうの、吹奏楽とかそういう楽器、あと太鼓とか、やっぱりね、このメロディーっていうのはやっぱり元気の源だよね。そうですね、うん、なんか街中で音楽流れてると立ち止まって聴いたりとか、ね、はい、生の演奏していると、あ、なんかやってるなって、やっぱりそこで人だかりになったりっていうのがありますから、ね、やっぱり音楽の力って人を集める力、はい、人を動かす力ってのあると思いますね、コロナ禍でこの2年間は開催がなかった、中止になったわけなんですけども、その以前の写真もいただいておりますので、ちょっとご覧ください。はい、はい、コロナの三の中学校ですね、吹奏楽部、はい、吹奏楽高校、すごい人数ですね、まずね、部員の方々がね、まあ、この頃はね、蜜が一番でした。そうです、蜜が蜜の味ですから、はい、こちらもです、大町にぎわい広場ですね。これはまた、あ、すごい、ここはね、アクラで皆さんビール飲みながら ね、はい、今回はちょっとアルコールないんですけども、うんうん、はい、ビール飲みながらやった会場でございますね。これはいいですよ、あ、こう知ってる、ね、あ、そうそう、してるね、ビールのとこです、あそこね、有名どこだよね、うん、そうそう、地ビールがあって、いろいろ美味しいとこです、そうそう、地ビールがあって、お客さんたちもみんなね、リラックスして ね、 そうですね、いい雰囲気ですよね、音楽聴きながらなんか飲み食いするって一番いいですよね。そうですよ、音楽によってまたお酒に酔うという感じで、酒に酔うって言えば民謡もいてもいいんじゃねえか、うん、そうですよ、ね、あ、本当だ、民謡もいいと思います、民謡もありますね、はい、今回は民謡もあります、今度はね、また課題でください、うん、民謡、はい、よろしくお願いします、ぜひそうかそうか、いろんなね、出演者の方は後ほど紹介いたしますが、この太田さん、この会長、そして副会長はいつ頃からこれ参加されてますか、イベント自体は。イベント自体は2011年からです、はい、あ、スタートからですよね、はい、もちろん、はいはい、そうなんです、立ち上げたお二人に今日はまずお越しいただいてお話をしてるんですが、3年ぶりの開催になりました、会長いかがでしたか、このコロナでこの流れた時は。コロナでね、はい、本当にまさかこんな時代になるとは思ってもいなかったですからね、はい、多分皆さん同じ思いだと思いますけども、特にやっぱりあの演奏される方たちはね、はい、やっぱりもう一人でコミコミっとギターでも何でも練習したりしても、うん、やっぱりなんかね、人に聴いてもらうための音楽ですからね、はい、うん、人に聴いてもらって感動を与える音楽ですから、それができない2年間というのは本当に皆さんもう闇でしたね。そうです、だと思います。で、またそういうあのこのイベントを楽しみにしてくれた方たちも、はい、なんか やれないのかみたいなね、でも残念だなみたいな、やっぱりあのコロナの感染が怖いですからね、はい、やるにしてもね、ちょっとなかなかできなくて、やっぱり実行委員会とすれば、はい、みんなもう やっぱりやるべきだっていう方が意見が、ね、多かったんですけど、でも直前までどうしたら やれるだろうかっていうことでモチベーションを持ちながらやってたんですけども、でましてやそのこういうふうにコロナになってくると、自分たちだけじゃない問題がいっぱいね、世間的な問題もありますし、はい、うん、そのもし感染が出たらどうしようかということもありますし、また出演者の方たちもなかなかその練習もできなかったということもありまして、はい、うん、あの実行委員会はなんとかモチベーションを保ちながら、まあ、1ヶ月ずつ1ヶ月ごとに集まってたんですけども、うんうんうん、はい、いやでもやっぱりなってやんなきゃいけないのなってことで、まあ、皆さん そのためにはちょっと飲み会をしながらまずちょっと、ね、あの、うん、モチベーションを保ちながらやったということになりますね。で出演者の人たちもやっぱりちょっとこういう場所がないとね、演奏する場所がないと練習のモチベーションも上がらないですもんね、やっぱりね、はい、人前でやるからちょっと練習するっていうのがあるんですけども、それもできなかったということで、出演者の方たちもまたちょっと辛かったんだなっていうふうに思いますよね。モチベーション維持するのが大変ですね、やっぱり。本当そうですね、あーちゃん、我々もね舞台芸人としましてはそうなかなかね、うんうん、もうこうなんかこうやってもいいんじゃないっぺかと思って期待してるんだけど、うんうん、やっぱりそこをさ来る実行委員会の方々ってね、やっぱりね、うん、いろいろ考えるから、うん、やっぱりね、そういうまではまだ私たちやればいいねがってこういうけど、そういうね、うん、もうあってなかなか決まらないんだよね、うん、でも今回ほらこういうふうにしてこういう大事的な、もうなんかすごい嬉しいことですよね、うん、もうみんな気をつけてね、そうですよ、うん、ではみんな出演者の方もみんな喜んでると思うよ。そうですね、あの今回のテーマにもある、うん、本当待ってましたっていう意見が多いですよね、見せな
ね、イグビス行きましょう。3日4日にございますから。はい、ただね、まだね、コロナがまだね、感染状態がこのとこまたすごいじゃないですか。はい、だからそういう面では安心してはできないので、はい、やっぱり来てくれるお客様たちにも、はい、やっぱり一応マスク着用協力していただいてですね、はい、消毒してもらって、ね、ただ野外ですから、はい、こんなに、ま、あの身近にいなければ大丈夫だし、大きな声出さなければね、そうですね、ということで、はい、まずウィズコロナというか、まあね、みんなで協力しながら、はい、あの音楽を生の演奏を楽しんでいただければなと思います。そうですね、改めて紹介しましょう。イベントのチラシもございます。はい、9月3日4日今週の土曜日日曜日、時間はいずれも同じです。朝の11時から夕方の5時30分までたっぷりございます。場所は6カ所、にぎわい交流館アウ、3階多目的ホール、大町イベント広場、そしてサンパティオ大町、アトリオン中小路入口公園、秋田市文化創造館の前のお庭、エリア中市にぎわい広場、こちらで文化創造館の、ね、前の庭、そしてエリア中市にぎわい広場、こちらの6カ所でございます。これね、はい、あの無料なんですよね。はい、無料ですね。無料です。無料で本当に来ませった。そう、ちょうどさら、はい、こう歩いて、またこう次のステージ、うん、また歩いて、はいはい、でそうとってもこのいいこの、うんうん、歩いて、ね、いい各会場それぞれに良さが、会場の良さって言いますかね、はい、その街中の良さっていう、その会場の良さもあって、うん、例えばあの秋田市文化創造館であれば、そこの 前の庭ってすごく緑が綺麗で、はい、ミルハスも隣にありますね、うん、でちょうどその時にアジアトライブって言って、あのアジアの音楽の舞踏のイベントもミルハスでやってるんですよ。そうなんですね。ですから相乗効果でいいのか。本当だ、舞踏って踊りの方ですね、はいはいはい、そちらの方もやってたりで、そういうふうなところでは、あの例えば文化創造館の前ではちょっとこうアコースティックなものを、うん、フォークだとかそういうアコースティックなものをやったり、アトリオン あの会場ではゴスペルとか歌声が響くような会場だったり、 あとはあのにぎわい交流館の3階のアウではですね、はい、ハードロックっていうのでロック系、うんうんうん、ちょっと爆音でやるような人たちなんで、そういうのもありますし、あとはそれこそ民謡もあり、 あとあのエリア中市の方では吹奏楽、はいはい、ブラスフェスタということで、あとはビッグバンド、ジャズ演奏もあったりとかで、ね、いろんなこうジャンルをその会場ごとに回れば楽しめるっていう感じになって、はい、それが全部こうどこの会場もみんな無料っていうことで、そうですね、そうなんですよ、はい、フリーで行けますよ、ジャパン応援してわーって盛り上がった、本当にいいことです。そのステージでも花ちゃんお腹すきませんかね、これ ね、 そうね、間、まあ、そうですね、うん、そうですね、屋台っていうかキッチンカー、キッチンカーが出ますんで、それは最高、はい、うん、あの大町のイベント広場とエリア中市にはキッチンカーとか、はい、あの出店が出るんですね、まあ、それ以外の場所でやっぱりお店にね、商店街のお店に入っていただいてですね、うん、そうですね、飲み食いしていただくのがいいかなと思います。美味しいと思いますから、まさにあの、うん、この番組もそうでしょうけども、はい、中心秋田市の活性化ということでね、うん、番組作ってらっしゃると思うんですけども、まあ、目的の、ね、これはもう目的の一つが街中歩いてにぎわいを作って、にぎわい阻止するってことなんで、はい、そういうあとやっぱり無料で、あの音楽ファンに、はい、あの無料で音楽を楽しんでいただきたいっていうのも目的の一つなんです、はい、ただその無料でって言ってもね、なかなかこれお金のかかることなんで、はい、なかなかできないですけども、この10年間あの10回やってこられたっていうのは、うん、本当にあの協力してくれた、うん、あの協賛企業様、たくさんのね、あと個人でもね、そのグループ見ていただくといろんなね、お店とか、企業だとか協賛していただいて、もう本当ありがたいです。そうです、この不景気の長い、これがないと本当できませんからね。プログラムさんいっぱいね、そうだ、出演者のプログラムとその、まあ、企業さんたち協力してもらったプログラム、はい、どこでこれは手に入りますか。えっとですね、とにかくこの、 あのにぎわい日、あのこちらのアルベの、はい、この1階のプログラムを置いてるところに、うん、あのチラシとか置いてあるところに、そこにありますか。あと当日も、はい、当日ね、当日だと会場が中市と大町イベント広場の、はい、このテントを張った本部で貼ってありますから、はい、そこに行くと、あのこれが無料で配布されます。にぎわい交流館、エリア中市のにぎわい交流館の1階の方が、はい、今現在も置いてあります。そうですね、はいはい、事前にという形はこの2カ所になりますし、そうじゃなくてあの、うんうん、ホームページ上でも全部あのスケジュールは出てますので、ホームページもチェックこっちですね、この秋田ミュージックフェスティバルで検索してもらいましたら、当日まで手に入らない方はですね、
ただでもらえる、これもただで、はい、無料でございます。なんとこれは素晴らしいことです、はい、これ見ながらいろんな場所にねこうチェックしていただいて街歩いてもらえればと思います。で間のお店なんかも調べてもらって、ね、無料だったらじゃあそこでじゃあお金落とそうかなとか思われてね、お腹いっぱいにして演奏を応援してください。あと各会場募金も募集してますので、来年も開催するためには、はい、あうまく良かったなと思えばちょっと募金入れていただければ。余裕のある方は、はいはい、ぜひぜひそちらもよろしくお願いします、ね、もう本当話題は花ちゃん、はい、好きないんですけども、後半もですねこちらの本当秋田ミュージックフェスティバル2022のことについていろいろ話を聞いていきたいと思います、はい、前半のゲストは、佐藤さとしさん、そして後半はですね会長残ってもらいますからね、後半もよろしくお願いしますフェスティバルさん、佐藤さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。秋田県内最大級の街中音楽イベント開催、秋田ミュージックフェスティバル2022の引き続きイベントのお知らせです。本日は会長の太田徹さん、そして佐藤さんに代わりまして実行委員会の秋永健二さんにお越しいただきました。お二人どうぞ改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。引き続きこの秋田ミュージックフェスティバル2022についてね、花ちゃんもっと詳しく聞いていこうと思うんですけども、はい、うん、秋永さん先ほどお話がありました、秋永さんは原点でもありますザ・パワー・オブ・ミュージック・フロム・秋田といえばこの方だというのが佐藤さんからね先ほどね紹介していただきましたが、そちらのイベントでどういったイベントだったんですか。ですね、私が2004年、はい、会社の人間ドックがたまたま仙台の人間ドック受けなきゃいけなくて、なるほど、はい、それで、仙台のホテルに泊まりました、はい、で仙台のホテルに泊まったら、うん、なんか街が騒がしいんですよ。なんだろうなと思ったら、はい、これ何ですかってホテルの人に聞いたら、これだったんです。はいはい、常禅寺ストリートジャズフェスティバルというのが仙台で行われていて、ちょうどその時は前夜祭の日でありました。で私も前夜祭のその主会場に行きまして、はい、音楽を聴きながらこう辺りを見回していると、40くらいかなくらいの女性の方が体を癒しながら音楽に合わせて踊ってるんですよそれを見たら、あこれは秋田でやねばダメだとということで、2004年に実行委員会をなんとか立ち上げまして、すぐね、はい、で2005年にほら集まって、ザ・パワー・オブ・ミュージック・フロム・アキタ2005、これが第1回目のポスターになります。大体50団体くらいの方に出席して出演していただいて、やり始めたんですけど、この音楽祭の第一の特徴は何かというと、会場が複数あって同時にスタートするので、あそこ見たい、ここ見たい、そっち見たいっていうふうにこっちもチェックして歩かないと絶対見れない、自分がね、はいはいはい、何年もかかっても見れないバンドってあるんです。重なってたら、なので自分の興味があるその例えばジャズとか、それからアメリカのアフリカの太鼓、ね、はい、だとかね、そういう演奏があればそこをこう目指していかなきゃいけないので、何年やっても楽しい。そうですよね、出演者また変わったりもすること増えたりすることもあるでしょうし、そういった楽しみのがまずその前身としてまずありました。ありました。そこからじゃあその秋田ミュージックフェスティバル2022にも声がかかって秋永さんが参加するようになったということですね。そうですね。なるほど。秋永さん外すわけにはいかないという会長そういうことになったわけということなんですけど、ただその去年一昨年はこの始めようと思っても中止になったということなんですが、秋永さんその2年間はどうでしたか。理事会、PMA は理事会がありまして3月くらいから、はい、年間通じてやってるんですけど、ずっと今年やるべってやるべやるべと言いつつも残念ながらコロナには残念2年間勝てませんでした。はい、でなんでかというと開催してしまってからその、PMA でみんなコロナが広がったって言われるのはちょっと責任持てなかったので、はい、まあ、苦渋の決断で2年間はちょっとお休みさせていただきました。苦渋の決断ですね。苦渋の決断、苦渋の決断ですよね。その、まあ、本当に音楽で皆さんに元気になってもらおう、元気つけを盛り上げようとしてるのにその盛り下がってしまうことだけにはいかないですもんね。確かに避けるわけにいかないという気持ちで本当に苦渋の決断になったわけなんですけども、ほんじゃあもう今年は開催しますので、はなちゃんちょっと出演者をねちょっと見ていきたいと思いますので、はい、一覧もございます、ご覧ください。
じゃあたくさん今年は何団体何組の方が出演されますか。65系で64団体ですね。はい、4団体。コロナでなければでもハンちゃんもっと多かったんですって。前は100組超えてましたね。そうですね。それ覚えるだけでも実行委員としては大変ですよね。そうですね。 毎年ね出ていただいてるんですけど、はい、あれこの曲この団体って去年出だけがあっていうことがよくあります。それぐらいの数の方が出られるわけです。本当だ。皆さんもだから確かに今おっしゃる通りその秋田ミュージックオブザミュージックフロム秋田の時と一緒ですけども、こことここが重なってるとか、こっからここ移動するのに大変だ、でも考えるのもすごい楽しい時間だと思います。ゲストミュージシャンの方々もここでもさらに紹介しましょう。方々がゲストで出られます。はい、3日と4日で、延べ8組の方が出られるわけなんですけども、ちょっと3日から見ていきましょうか。そうですね、会長、3日のこの方々は、はい、3日はですねトランペッターが2人出ます。はい、サックス奏者、まずは塩川浩二さん、はい、東京で活躍されておりますプロのサックスプレイヤーです。はい、この方はですね、第1回目から毎回参加しております。やっぱり秋田にファンの方が多いもんで、塩川が出るんだったら行ってやるみたいな。はい、なるほど。生まれは秋田出身なんですか。はい、秋田出身の方秋田市出身です。あ、そうなんですね。あ、なるほど。じゃあプロもついて秋田出身。みんなこのジャズ系は皆さん今回皆さん、はい、秋田市にゆかりのあるっていうか秋田出身です。でその右隣のですねトランペッター佐藤亮君、はい、この方はまだ若いんですけども、秋田県の南海村出身で、今金沢とか石川県とか富山とか北陸の方で活躍されております。でたまに関西とか中部の方にも、はい、演奏に回ってるそうです。今期待の若手ホープですね。はい、それからですね佐々木秀人さん、もう一人トランペッター、この方はもう超ベテランの名トランペッターです。はい、もともと東京で活躍されてプロで活躍されて有名バンドでやってまして、有名なところではドリフだよ8時だよ全員集合かな、はい、バンドでゲイスターズっていうバンド、あそこでトランペット吹いてたんです。あらまが、こう最近横手に帰省して帰りまして、はいはいはい、戻ってもら来られまして、うん、で秋田市でキャットウォークとかで演奏しております。そうなんですね。はい、うん、それからもう一つは浅野梅若社長ですね。はい、こちらも今回民謡界を代表する、うん、演奏者たちが9月3日出ますんで、どうぞお楽しみください。ね、よかったね。みんな思い出てもらってやったですね。ありがとうございます。最高です。そして4日のゲストの方も紹介しましょう。はい。また面々が変わります。はい、4日はですね、松本英子さん。はい、それから、第1回目で大変お世話になりました、レイナさん。レイナさん。それからラカンさんと、うん、ラカンさんと一緒に梅若の宝生さんが一緒に。今やられてますもん、新曲でね。はい、ラップと三味線っていうのもまたね、やってました。珍しい組み合わせですよね。はいはい、和洋でやられてましたけれども、松本さんもね、もうおなじみですもんね。ちょっとこれって聞いていい？一人一舞台一人ですか？だいたい時間20分か10分か、ね、そういうの決められてるワンバンド、だいたい30分。おお、たっぷり。前はね40分とか50分な、ちょっと長めでやってたんですけど、今回はやっぱりね、チェンジの時間とかいろいろあれしますと、1団体30分に制限されました。でもたっぷりですね。十分ね。そうか、ぜひそうですか。出場者、はい、今年はもう決まるね。見応えありますね、確かに。見応えあるよね。はい、秋永さん、これ今年はもうメンバーもちろん決まってますけども、こう出場者というのは、まあ、例えば来年ぐらいだったらコロナなんか関係なく大いにやりましょうという時は出場者って募集してたりするんですか、毎年。あ、します、します。本当ですか。はい、はい、もちろん花ちゃんもちろんです。ぜひお待ちしております。僕にはちょっとボイトレ本気で通ってるので、あ、ちょっと何年か後には出れるように頑張ります。ありがとうございます。そう、お二人もね、そうな、花ちゃんね、そう、ミュージシャンであられるんですって。スタッフさんであるんだけど、だ当日はスタッフさんですけど、はい、そうです。普通はミュージシャンなんですよね。はい、私スタッフもやりながら、はい、会長もやりながら。出ますか今年。演奏でも出ますので。はい、会長は何で出るんですか。僕ドラム。ドラム、はい、トランペットも吹くんですか。トランペットも、ちょっとホラムをたまに吹きます。ホラム吹きますか。面白いこと言われたな。すごいな。
ただあの、うん、ちょっと天気がちょっと心配なんですよね、この土日ね。そうですね。天気予報がなんか雨模様がついてるんで、うわーちょっと残念だな、はいはいはい、なんとか晴れてもらいたいがために、うんうん、今日からてるてる坊主をね作ってね、はい、ちょっといっぱい作って飾ろうかな。そうですね、そちらの方の協力もね皆さんしていただきたい、ね、まあてるてる坊主、私もてるてるですから、うん、私もなんですよ、この頃お二人もね普段ふさふさなんですけども、このイベントのために今てるてる坊主されてくれてますからね。わかりました。じゃあ僕もね、秋永さんね、あ、そうか、秋永さんも楽器やられてるんでしょ。私はね、50の手習いでサックスを始めまして、はい、おサックスで一応あのパワーオブミュージックフロム秋田には3回くらいは出てるんです。すごい、さすがミュージシャンとしても。今年はどうなんですか。残念ながら、うん、練習する暇がなくて、なんでコロナだったのに練習すればいいのに、なんでコロナだから練習しない。あ、やっぱりね、モチベーションが下がっちゃってね。おっしゃるで、ミュージシャンですから、やっぱり本番がないと、そういう方も多かったですね。だから今回出れないっていう人もいたですね。秋永さんは実行委員としても本当に忙しいから練習する時間が割けなかったということで、泣く泣く今年は。でもしかしたら飛び火されるかもしれませんね。やっぱりね、ステージに出るとね、もうムズムズしてね、出たくなるんだよね。そうですね。そうなんだ。僕もちょっとラカンさんのイベントぐらいにちょっと出てみようかな。ね、怒られる。いやいや、観客席からちょっと見たいと思います。ぜひ来年はお願いします。花ちゃんも来年ね、こうマスク取ってできるようなね、本当になればね、本当いいですよね。一年一年、来年ってこう日の出になればね、私たちみたいな若い子でないからね、やっぱり。都数がこうなんていうの、いるでしょ、うん、もう今3年ですもんね。3年前からだもん、ね、でもう3年って言ったらまあかなるな。そう、花ちゃんだからやっぱりそういうのもやっぱり、ね、気になるね、うん、気にされて本当に、ね、花ちゃん毎回ねこのコロナで我慢したお年がもう、うん、皆さんねこう見えてもやっぱ40代ですから。そうそう、来年どうかわからないって言って50になったら私わかんないからってずっと言われてますから。もうね、あのやられないって言われないんで、やろうことにして、そうです、うん、私は期待を持って励んでます。行きましょう。ねえ、くたんぽさん。出ましょう。来年はね、デュエットで出ましょう。なんかいらないことしゃべってさ。いやいや、まず今年ですから。いや、今年をまた成功させて、ね、盛り上がるように、はい、テルテル坊主の皆さんもぜひ作ってください。なんとか盛り上げたいと思います。はい、イベント改めてご紹介します。9月の3日4日、今週の土曜日、日曜日です。時間は11時から午後の5時30分まで2日ともです。場所はにぎわい交流館青の3階多目的ホール。大町イベント広場、サンパティオ大町、アトリオン中小路入口公園、秋田市文化創造館の前のお庭、エリア中市にぎわい広場6か所で行われます。キッチンカーなんかもね、イベントもありますので、ぜひ皆さんどこに出ようか、どこを見ようか、こちらで詳しく検索して、秋田ミュージックフェスティバルで検索し、作戦を立てたりしながら、でも作戦以外でも、あ、こういう方々もいるんだってね、ちょっと残った時のそういういろんな出会いもあると。ぜひ皆さん3日4日てるてる坊主をぶら下げながら、はい、ぜひ皆さん参加してください。お二人本当お忙しい中ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。期待して待っています、ね、楽しみでございます。